え、まあ、じゃあすいません、ちょっと今出先なんですけど、ワーリントンが KO 負けしたみたいですね。うん、ちょっと今見てないんですけど、ちょっと記事だけ見てねびっくりしちゃったんですけど、え、本当ですか。ちょっと どんなタオルが出したのかがまだわかんなくて、今はもう帰るところなんで、ちょっとあのまた帰ったらね動画にしようと思うんですけど、本当ですか。いやー、ちょっとびっくりしましたね。じゃあその IBF と WBA の、統一戦やるって話だったじゃないですか。で、出産側がごねて、で、ワリントンがふざけんなと言ってて、まあ、今回ノンタイトルってなって、よかったっすね、これ、出産ってやんなくて。うん。てか、まだね、見てないくて、あんま言えないんですけど、それでモチベーションがなくなったのかなっていう風に考えてますね。うん。まだその、どんな巻き方なのかっていうのはよくわかんないんですけど、うん。っていうところで、ちょっと帰って見てみますね。うん。すいません、なんかちょっとこんな形で。うん、ちょっとあまりに衝撃すぎて、ちょっと号外です的な、うん、感じになってしまいましたね。はい。ってところで、ちょっと帰ったら、また見てゆっくり動画にしていきたいと思います。以上です。